はい、今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、はい、ちょっと、相談というか助けてほしいです。まず、エアバッグの、チェックランプがついてまして、で、もともとあのエアバッグ全部取った時に VAB って 2.2 オームですよね、多分。で、全部つけて、後ろとかもで、消えてたんですけど、ある日突然転倒して、で、なんかついたり消えたりしてたんすよね。で、それがずっと点灯しっぱなしになって、で、そろそろ直さなきゃなと思って、今確認してるところです。で、点灯してる箇所が運転席、運転席サイド、リアのサイド、左右で、内容が、オープンとショートで、運転席はオープンだけなんですね。で、で、あともう一つ気になったのが、ホーンがハンドル切ってると勝手に鳴っちゃうことがあって、それって多分スパイラルケーブルあたりの断線とかだと思うんですよ。わかんないですけど、多分そうだと思うんですけど、そこも知ってる人いたらちょっと教えてほしいんですけど、多分そうなんですよ。で、一応中古のスパイラルケーブルに変えたんですね。で、それでも点灯消えなくて、本が鳴っちゃう鳴らないっていうのはまだ試してないんですけど、で、そうなってくるともう該当箇所の抵抗値が違うのかなと思って今測ってたんですね。で、大体合ってるんすよ。なのに消えないんですよね。なんでちょっと原因がどこかわからなくて、ちょっと皆さんに助けてほしいなと思って、緊急で動画を撮ってます。来月車検なんでちょっと通せなくなっちゃうんで、ちょっと抵抗値も見せますね。で、ちなみにリアのサイドっていうのは両サイド一応こんな感じになってます。はい、ちょっとアストロの安いやつで、ちょっとそもそもとか0.5差があって、2.6 だから、0.45 差で大きくあれだから 2.24 で合ってると思うんですね。で、前これつけてたやつもう2.6 で 2.2 なんですよ。 0.4 マイナスすると。で、ここで測るのと、ちょっと誤差があるんですよ。 0.2 オームぐらい。0.1 か。そんな誤差はないんですけど、
ちは誤差あるな。2.8、2.9、2.8。まあでもこれぐらい誤差だと思うんですよね。だと思う。運転席サイド。これも、おすすめした。これも 2.5、2.4。まあ2オーム、ここに 2.1 じゃなくて2オームぐらいかなんすよ。であと運転席で、運転席のやつがこれ、多分これステアリング変えた時に ついてくるやつかな。で、これだけ違くて、抵抗値がこれだけ 3.5 なんで、多分3オームのやつがついてるんですよ。で、それが悪さしてんのかなと思って、今さっきとりあえずね、ちょっとこれで 2.2 オームのやつでやってみたんですけど、それでも消えず、なんですよ。なんでちょっとねわからない。抵抗値は多分ほとんど 2.2 で揃ってるはずです。運転席サイドだけちょっと2オームかもしれないけど、あのシートについてきたやつなんで多分0.2 の誤差だと多分つかないと思うんだよね。警告灯もてか今までまず消えてたからね。これでも、ま、ここ間違ってても元々消えてたのになぜかついたんすよ。なんでちょっとスパイラルケーブルかなと思って、ただね助手席だけついてないのが気になるね。助手席の抵抗値は測ってないんだけど、なんでちょっとスパイラルケーブル中古品なんで、スパイラル新品にしたら治るのかどうなのか、ちょっと助手席まで剥がしてやんのめんどくさいな。助手席も測ってみるか。抵抗値助手席これでついちゃったらやだな。今助手席の方が 2.4 ですね。ってことは2オームだね。0.45 インで引くと、いやー2オームなのかな。 VAB って全部2で統一した方したら治んのかな。いやちょっとわかんねえ。はい、という感じで、一通り、まあ、2オームと 2.2 オームの抵抗がついてます。
ちょっとね理由が分かんなくて、ちょっとぜひ知ってる方いたら助けてほしいです。ぜひちょっと皆さんの知恵と知識をお貸し願いたいと思います。よろしくお願いします。